先ほどバーネの村中流の兵より報告があり、正体不明の子供がギルサンダー様の剣を引き抜いたと。きっと何かの偶然でその子供が。偶然で聖騎士の刺した剣が引き抜けるとでも？いえ、決して。バーニャへの距離と方角を教えてくれ。正確にな。あ、はい。この砦より南東4時の方向、距離にして 7.3 マイル。君のその槍、貸してもらえるな？ほう、どうぞ。この角度か。いいのか、王女様出てっちまったぜ。慰めに行ってやんのか。うん、小便だ。頼りね店長だぜ。この店は俺の肩ロースにかかってな。メリオダス様。おう。すみません、まだ仕事の途中なのに。ミードちゃんたちを見てたら急に父のことを思い出してしまって。そうか。無事だといいけど。心当たりかな。ダメですね、ホームシックに浸っている場合じゃないのに。もうちょい左か。聖騎士の横暴に苦しめられている人たちがまだたくさんいるのに、王女がこんなことじゃ先が思いやられますね。でも俺を見つけたろ。お前がみんなを守りたいと思って俺の店にたどり着かなかったら何も始まらなかった。私にはやるべきことがある。そういうこと。俺には俺のやるべきことがある。やはり生きていたか、七つの大罪、メリオダス。